この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ヤバめヤバめ、よーしー、わわー始まりましたってことなんでね、はい、本当にお試しかってことなんですけど、レギュラーメンバーね、はい、俺と渚かな、俺とケンさんしかいないですよ、ね、どうもルルーシュです。いないそんなこと。あ、ルルーシュ、あ、いた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 、渚って新人っぽくないなってうん、何も言えねえよ。新人なんかっつってね。あ、なんかルルか、あ、ルルーシュさん、どうもルルーシュです。あと4秒ぐらいで来ると思います、ね、4秒ぐらいね、4秒だけちょっと待ってほしい。なのでね、バツナギはね、そう3分ぐらいまでしか限界なんですよね、俺ら。ちょっとどうしようかなっていう、ね、めちゃめちゃこう見えてテンパってる、こう見えてめちゃめちゃテンパってるんですよ。テンパってますんでね、ケンさん。ケンケン、とりあえず乾杯しましょうか。乾杯しましょう、わーい。あれ、タイムんだよ。まあ、こうやってね、ゲスト3人も来てくれてね、1回で脱出系かってなんだ。渚が来い。おお、渚のファン結構見てくれてんね。あら、嬉しいな。ルルーシュのファンってことで、じゃあ1回乾杯していきましょう。ワン、ワーン、ワーン、はい、乾杯。乾杯。タコス、ドンタコス。あ、ドンタコス。うわ、これダメだ、これダメだよ。ドリトスやから。これ今日は静かだ。いや、ダメダメダメ、これ。そんなことないよね、本当に。あの、ちなみに始まる前、ケンさんがそうなんか、あの企画で行っちゃうぜみたいなノリノリだったんだけど、始まった瞬間一言も喋んなかったんで。どうした、本当に。意外とみんな緊張するんですよ、なんだかんだ言うて。ほんまに弱い。だって見て、後ろ何人、本当のグリーンバックのままやから。そう、おい、そう、なんかショットさんしっかりしてっていう感じじゃないの。夏くんはもう、次回はね、必ず。そう、次回はね、そろそろ出てもらわないと。ルルカさんが来るまで外来を禁止で、ルルカさん来るまでじゃあ外来を禁止で。ああ、そういう感じ。いいよ、いいよ、そういう感じ。オッケーっす、ね、いいよ。ルミナスの初回っていくつから始めますか。18歳、18歳から。確かお酒飲みませんよってこと。飲めませんけどね。ハゲーシュどうしたっちゃの。ハゲーシュどうしたの。渚頑張ってる、根付きでだって。うん、もう特定したよ。はい、ってことだね。人が特定できてる。ありがとうね、ありがとうね、ろー、いつもありがとうね、やつて。いや、なんか何言おうとしたか忘れたんですけど、あ、そういえば先日ね、そう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 、先日ね、社員旅行に、先日ね、うん、社員旅行行きましたってことで、はい、長崎、福岡行ったんですけどね、はい、九州の方にね、はい、行ってきましたけども、どうでしたかってことなんですけど、はい、うん、事件がありました。誰も聞いてないからこっちから言うっていうね。そう、まあ、ヒロしか覚えてない。ヒロしか覚えてない、ね、やばいな、もう。ナツさん呼ぼう。ヒロ社員旅行来た。ヒロ社員旅行いたね。あ、いた、あ、うん、ヒロ来てましたよ、ひっそりいたよ。お土産営業、あ、まあ、定番ですね。ケンケン、もう少し髪切った方が。そうですね、臭いもんな。え、社員旅行なんですけど、やっぱこう、ね、社員旅行ルミナスに入って初めて、まあ僕もそうなんですけど、うん、実はやっぱこう、メンツ的にもフレッシュなね、はい、うまい言うたけどね。そう、例えばガク君とかね、はい、自己紹介してみよう。あ、こっちやなかった。自己紹介やろう。自己紹介してください。いきますか、じゃあ。その前に自己紹介しとかないと、うん、そうかそうか、まだ誰が誰だか初めて見た人がね、初見さんとか9割やからね。そうかね、コメント伸び悪いなって、ね、行きましょうか。じゃあコメントしてほしいよ、うんうん、渚顔小さいって。そう、嬉しいな。真ん中の人って書いてある。渚ではないから、真ん中。じゃあそろそろコメントいきますか。このいじめられると何なんだ。コメントじゃない、自己紹介いきますか。じゃあガックンからね。あ、いや、もう無条件でケンさん来てますよ。無条件でケンさん来てますよ。ああ、行きましょう。じゃあ、じゃあちょっといつものやつお願いします。いいですか。いや、もう映っとるよ。福岡旅行行って4キロ太ってました。やばい、眺めだ。シムケンです。よいしょ、よいしょ。妊娠ですねってコメントがね来てますけども、デブ長い。はい、次の人お願いします。じゃあガク君行こう。デブ、ガク君行こう。あ、ちょっと今日ちょっと新ネタ的なの考えて。用意してきたの。いいですか、はい、してきたの。いいですか。うん、いいよ。じゃあ行っちゃいます。うん、ガガ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 ガクです。よいしょ、よいしょ。はい、よく頑張った。頑張ったよ。お、頑張ったよ。お疲れ。じゃあ次。いや、まだ早い、まだ早い。じゃあ、あー、出んのよ。あー、じゃあ次ね。じゃあ、僕ですね。前日バースデーありがとうございました。まあ惜しくも同じ敗人の手強い技に負けてナンバー3に
した。でも、ちょっと聞いてください。ちゃっかりな新人はナンバーワンです。あゆむです。よいしょ、よいしょ。先月ナンバーツーのあゆむくんです。じゃあ次どっち行きますか。じゃあ、もうそれはもう痛い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 、うん、ちょいちょい詰めてくんだよな、この人な。本当にどうも、最近いじめられっ子で火がついてます、渚です。よっよっ、ちょっと怒ってた。痛い、かっこいい。痛い、もうちょっと怒ってた。痛い、映ってないから、今。じゃあ最後お願いします。ちょいちょい詰め、痛いんだもん、ほんとに。じゃあ最後お願いします。なんで気づいてる俺、毎回ビール使ってる。あ、福岡旅行で4日間パチンコ行って3キロ痩せました。褒めです。よいしょ。いいな、いいな。ストレスでね。いやいいな。ストレスで多分相当とか。福岡長崎とかはね、8割の人がパチンコに赴いて終わったっていう言われてますけど、あ、まあそうですね。ケンさん、場所変わりましょうか。僕でも、あの場所変わりますか。場所変わります。変わるの。ここ、あ、ルビナシーってお店ですよ、本当に。うわ、なぎちゃん来た。ケン絶対ちょっと今狙ってる。ってことなんでね。何ですかこれ。こんなにも静かな番組だったのかなって俺は今衝撃を受けてます。渋剣です。分かったよ。分かったよ。そうなんでね、まあなんか旅行楽しかったですね。お土産営業された人もされてない人もねいますけども、めっちゃええやん今回。めっちゃ押されてるよ。まあ旅行で今ポメさん言ってたんですけど、3キロ痩せるぐらいですか。3キロ痩せました。大体同じやつやろ、もう。いいですね。ぶっちゃけね、ぶっちゃけポメさん旅行でそのパチンコでいくら使ったのかっていうの気になってんじゃないかな。いや、気になってないね。いや、みんな気になってますよ、ちょっと、そう。でもルルカが好き。いないから、いないけど来るからちょっと待っててください。みんな彼女おるやろな。そうなんすか。作り方教えてください。知らなかったですね。彼女ください。バリアニストは出来になりました。しばらく出ませんってことでね。彼女とかどうでもいいじゃん。そうなんですよね。美味しそうな男多いんですよね、やっぱり。ってことでね、この放送始まる前はみんな和気あいあいと話してたんですけど、いいな、4回転目で9連チャンしたの。あら、もうね、ギャンブルの話食いつくのすごいっすから。彼すごい。彼ね、羨ましいよ。ほんとにいいですね。3キロ痩せて。でもちょっと聞いてください。この画面に映ったら俺ちょっと痩せて見えてないですか。気のせいです。渋剣です。気のせいです。ルルーシです。違う、いない。ああ、いない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 。飲みますか。まだいない、まだいない。ケンケンマジ丸くなったねって。それなんか性格じゃなくて、お葬式だ。見せつけないやばい。性格じゃなくて見た目。腹見せろや、びっくりマーク。いや、もうね、これやばい。お前見せたら、お前見せれるわけないよ、ケンさんのね。お前4000人の俺のお客様が火吹くぜ、マジやめとけよ、本当に。やめとけよ、しぶきだ。いや、ケンさんのお腹絶対見せらんない。ちなみに、ほら、ほんとに絶対に。おい、めちゃめちゃ、やばい、やばいよ。やばい、やばい、やばい。待って、しぶけん遠近法やめようって書かれてんのに。やばい、やめてください。やばい、やばい。これ絶対見せらんない。放送事故やん、これ。え、これ外来語ついてますよ。マレの顔だけじゃないから。外来語続いてるよ、これ、ほんとに。外来語ついてますよ。続いてる、外来語。顔丸いって、顔だけじゃないの、マレ。うわ、めっちゃひしこいて腹へこましとる。せーの。はい、どうも。腹減ったんでね。ちょっと待って、何ですか、これ。ただね、特に、歩むとか、ナンバー2なのに、一言も喋ってないからね。どうしちゃった。研究部ふざけんなよ。妊娠ですねってコメントあったもん。すいません、後ろはやっぱあれですね、食い目の映像に変えてもらって、本当にいいですか。食い目の画像にお願いします。いや、もうね、なんだろうな、やっぱこう、え、どうしたんすか。控えめだねってコメント多いですけど、やっぱちょっとずーっとあれだと疲れちゃうと思うね、ルルカさんの。だってみんなおとなしいのおとなしいで、シムケンなんかしてするわけないじゃん。頼むよ、やめてくれよ。ポメさんが一番あれだからね。やっちゃおうぜみたいなさ、これ拾いたい。何も喋らない。歩むグイ。お手半来たぜ、やっと。どこ？ゆずちゃん、ゆずちゃん、ゆずちゃんから。お前こそグイ。はい、グー、トグ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 、お前の勝負。グー、トグトグ。こんなのお試しかじゃない。企画も考えてきましたよ、一応。ええ。でもね、ルルーシいなくて始めてもいいのかと。あの企画はルルカいねえとできねえよ。中止。シムケンは腹毛、ちょっと腹毛見たい。ちょっと俺。イケメンで売ってるんでやめてもらっていいですかね。ね、旅行中にね、俺ケンさんで一回バトったんですよね。バトルしたんです。バトって今それなんで出てんじゃないですか。外来語中だったらバトって。じゃあ一回静かにして、ごめん。ちゃう
え、これね、ガイドやってんのか分かんないけど、とりあえず、とりあえず渚と、うん、シムケンがね、シムケンがバトルして、そう、タイマー張ったら、なんか、産んでた全部、ここ、そう、この辺すりむいて、なんか渚なんかして、この辺でも、ちょっと待って、お前一回黙っとけよ。呼んでなんかごめんって感じなんだ、ほんとに。まあね、うん、そんなことありますけども、なんかやりますか、やりますか、あれ、あれやりますか、じゃあ、行く前に何をバトルしたのってコメントがあるんで。いや、あれやろ、うん、妖怪ウォッチやろ、妖怪ウォッチ、妖出る、うん、とりあえず、ね、なんでね、うん、そう、もう今ちょっと図書館みたいになってるんで、うん、なんかちょっとテンションも上がってないから、前回面白かった学区もだんまりですよ、それは、うん、とりあえず一回乾杯しましょうか。もう一回です、2回目、とりあえず乾杯しましょうか。ショッツさんもちょっと呆れてるもんな、この静かさに。本当にこれやばいもんだって。やばいな、渚が、おい、お前がだろ、え、お前がだろ。乾杯。ポメさん男らしい、やばい、乾杯する前に息しちゃうっていう。だから結局ケンさんの膝がすりむけてるのも妖怪のせいなんですよ。そうなのね。まあ、うん、バトル の 理由聞いてるけど、本当にこう今日みたいに渚が面白くなくて、そう、やかましい、まあ、ふざけんなよって喧嘩になっちゃったのよ、ほんとに。 それで結局、でも今面白くないって人もちょっとあれです。いや、なんかお題的なのね。いや、確かにそうかもしんない。いや、渚面白いよ。え、面白い人。うん、あらあら、おい、ハードル。いや、俺面白くなかったけどな、時だから。おい、今日ルミナス楽しみにしてたのに、ちょっと、いや、ちょっと待って。え、これこの中ルミナスの人います。もうスパって企画行きましょう。はい、行きます。もうとりあえずルイカさん来るまで外来を禁止と、はいはいはい、あとなんか今日のお題なんかない。いや、今日の企画やります。もうやっちゃいますか。じゃあやっちゃいましょう。じゃあね、はい、ピピ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 ピ、楽しくないっていうことなんでね、企画行きましょう。行きましょう。何ですか今日の企画。お願いします。説明を。忘れましたね。嘘でしょ。あれです。いや、もう絵描き歌ー。よいしょ。ルミナスティの絵描き歌です。よいしょ。ということなんでね、聞いちゃいましょうか。ちょっと説明お願いします。説明ね。うん、ですね、一人の人が、ID、ルルカさんと、ケンだけ出るんで、みんなね、ID 出してもらってもいいですけど、うん、とりあえず、企画的には、そう。一人の人が、絵描き歌をアドリブで言いますんで、それを書いてもらうと、そしてそれを3人とか当ててもらうと。ごめんなさい、説明下手くそなんですよね。お前、そんなことねえだろ。説明、多分伝わってないですよ。一人の人がお題に合わせた絵描き歌を歌います。で、もう一人、誰かもう一人がそれに合わせて、あ、食い目のやつだ、似顔絵を描きます、うん、で、残りの3人ですか、3人が何を描いたか当てるという。よいしょー。はーい。これはね、じゃあ、ホワイトボード、うん、ホワイトボード、あ、ショッツさん、一応外来語禁止です。 OK です、お願いします。じゃあ外来語禁止なんで、外来語言った瞬間にデーデーでお願いします、本当にデーデーってことなんでね。じゃあ、じゃあ僕書きますわ。はい、そしたら、ケンさんに歌ってもらいましょう。シムケンイベリコったねってめっちゃ太ったってことね。女の子、これってことなんでね、ちょっと我々より面白いなんかトークしてる。外来語禁止で外来語禁止は難しい、確かに、うん、ってことなんで、ちょっと俺がね、じゃあ、今決めますんで。ルミナスティだったらやってる。あ、いい、これ見えないんですよね、これ大体こう来ない時もあるんでね、映しながら書いてった方が実は。絵描き歌中止でいいんじゃねえの。中止説、これ。あ、いいんすか。ケンが面白いって言ってた、あれやればいいじゃん。なんですか。あれは、あれは用意できてない。いや、それはね、ちょっと音声必要なんで。ああ、無理なんですよね。なんでね、こっちで書いててもみんなに伝わんないからね。ルルーシュ来るから。ルルーシュは、あと4分ぐらいじゃないのかな。さっき4秒言っとったやん。4分ぐらいで多分まだ始まってないから、イベリコ大丈夫。じゃあコメントから言っちゃいます。NG コメント、ビビるほど来るっていうね。なんすか、何コメント。危ない。じゃあちょっとね、俺デネーも来ないからね。今ちょっと決めるんで、その前にじゃあ歩がね、先月ナンバー2取った時の感想について1分ぐらいでちょっとまとめて話をしてね、本当に。1分ぐらいか、またですか。いや、すごかったもん。いや、マジですごかった。一番右の台されすぎ、すいません、うん、はい、だから太んね。でも旅行中、やっぱり僕もお酒飲みすぎて、うん、4泊5日で3食食ってなかったんで休ませた。普通じゃないな。
で、ごめんね、もごもごしててね。うん、聞き取れないと思う。で、行きますか。で、結局そんな感じですか。ほんまそれ。実はさ、これ今気づいたんですけど、俺がイベリコったのはいいんですけど、あのこの5人中、ひょっとして4人ぐらい酔ってます。1、2、3、4、5、5人中4人やばない？5人中4人ぐらい酔ってる。お菓子食いじゃないよ。誰一人酔ってないの？お菓子食いじゃないよ。ポメ酔ってよ。いや、ガックンでしょ。嘘、カイカル。ポメ酔ってよ。やばいよ、これ。せえやろ。ルルーシのと、ルルーシの到着待たずに番組がもう終わる可能性あるからね。そう。次、うん、だから、ちょっと今回で。少しだけ確認させて。あーれー、うん、ごめんなさい、本当に申し訳ないですけども。うん。うん、じゃあ。これは追記。じゃあちょっといぶり学校、いぶり学校は秋田のお土産ね。そうなんでね、そろそろお題いっちゃってくださいよ。はい、決まってます、決まってます。今決めました。決めました。しかも、俺がお題決めたら隣の人ももう見ちゃってるね。これは無理だよ、わかんねえ。これは難しいか。いや、わかりやすいやつにして。そろそろ来週の予告。来週はじゃあ、来週は夏くんと春さんを出せるように頑張りますってことでね。まだ CM 一回も行ってないや、もう、これは多分 CM 終わったら俺ら全員いないかもしれない。新しい。でも今日は歩夢くんなんか春さんいないくて寂しいのってコメント一回も来てない。あ、春さん珍しいですね。あ、確かにね。ヒロがいればいいって来てるからな。ヒロ、ヒロ呼んで。ヒロ、ヒロ、ね、ヒロ、やばい、放送事故になる。やばいやばいやばい、助けて。放送事故だけマジやばい。助けてください。そろそろ書きたいですけど、俺ちょっと待って、用意してんのに。待って、一ついいですか。俺ベロベロすぎて、もうすごいですよ。僕がちょっとバスで潰れになった。なんでね、ちょっとお題考えるんで。嘘でしょ。おい、ちょっと待って。じゃあその間のつなぎは、はい、ケイさんお願いします。嘘でしょ。マジで面白い。頼りないレギュラーですわ、ほんとにもう。これ、喧嘩の原因にもなりますわ、それはね。うん、だって俺と凪さんはガチで喧嘩になっちゃって。そうね、しかも全裸で喧嘩してるって、ね、全裸で喧嘩して、クロックスもなくなるしな。膝と背中すりむいてね、終わったんだよ。俺とケイさん全裸で喧嘩したって、わけのわかんないことしちゃう。足産んでたからな、ほんとに、ほんとに。じゃあちょっとルルカさんに生電話ちょっとお願いして。生電話、うん、あー、それいい。うん、それいい。全然飲んでへんやつ、ね、じゃあね、ルルカさんに生電話で、ごめんなさい、そろそろ持たないで来てくださいと。まずくないかな、大丈夫かな。これ何？え、すごい、いいコメント来ましたよ。この際ショッツ出ようって。イヤホンジャック。イヤホンジャックいただきました。あ、いただきました。大丈夫かな。あれ、これはもう本当にドッキリでいいのかな。いや、ちょっとそれに関してはちょっとあるから、ガックンが一回喋ってみて。ちょっとあれだから、そう、黒笹に生電話にしよう。黒笹に生電話して、俺が電話してやろうか。まあいいですか、ケンジだぜ。ケンジに生電話でもありですよね。これ、うん、このまま。でもこのコメント嬉しくないですか。コメいるからルルカいらない。うれしい。わーい、ありがとう。ルルカ、ルルシュは、まあ、モナカだからね。最中モナカだから。最中じゃねえの。モナカだから。モナカって読むの。あ、じゃあいいじゃないですか。コメント代表いきましょう。女性に作ってほしい。優しい。じゃあ全部コメント拾ってこう、今日は。うん、女性に作ってほしい手料理は。いや、これ一人ずついきましょう。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、まあ、ガックンから。ガックンから。待って、これ黒沢は電話するの。した方がいいっすよ、とりあえず。これ刺すの。いや、刺した方がいいっす。一回刺したらどうなの。刺したら、全部聞こえちゃう、会話が。やばいこと言ってたら大変だよ。怖いな。モナカですか。ちょっと一回黒沢さんに電話してる間に、じゃあガックンから聞こう。はい、いいよ、ガックン。女性作ってもらって。もう刺すの。まあ、いい感じだったら。いい感じになったら。僕は、あれが好きなんですよ。ハヤシライスが好きなんで、ハヤシライスですね。かわいいな。かわいいな。かわいい。ハッシュドビーフやろ。かわいいな。かわいい。グイ。ちなみに、うん。じゃあ俺は。何してんの。いや、普通に。あれなんでね。ニコ生出てるんだけどさ。まあ、刺した方がいいです。刺した方がいいです。はい。ニコ生出てるんだけど、ルルカがいないから大変なことになってるんですよ。だから聞こえてる。俺ら側は聞こえないっていうね。俺も聞こえなかった。あ、まず、つないでつないで。場所違うんじゃないですか。イヤホンどこですよ。あ、聞こえる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 。なんだ。あ、聞こえた。クロさん、ちょっと来ようよ。来ない。10分ぐらい。クロさん来てよ。やべやべやべ、これ放送してくれよ、ほんとに。聞こえてる。
もしもし。黒さん今ニコ生中だから来てくださいよ。今ニコ生出ながら電話出てるんですよ。あのこれ、これ全部放送されてるんですよね。ラテの子連れてて、ラテラテルル連れてて。誰それ？あ、ルルさん。ごめんなさい。ルルさんじゃない。ルルさんじゃない。ラテの。まだ全然時間あるからさ、来てくださいよ。ちょっとおいでよ。来いよ。じゃあ大至急ルルルル送り込むわ。了解です。了解でーす。はい。じゃあまた。はっきりの早っ。うん、ルルさん来るみたいですね。来るよ、別、うん、アナザールルさんがね、そう、別のルルさん来る、うん、別のルル氏が来る。 ちなみに俺が女子に作ってほしい料理は餃子です、はい、餃子、ちなみに何ですか。好きなんで俺が餃子、性欲アップのためです。性欲アップのために、ニンニク食べて性欲アップのために、はい、来たー、あ、来たー、ヒロー、ヒロー、ヒロー、やっと来た、ヒロー、ヒロー来た。いや、広町でもう放送事故、ね、休会しましたね。やっと来たよ、ヒロさんが、はい、いや、やべえよ、このマジ、ヒロ、やべえよ、ヒロ、久々やん、マジで。ほんとに何ヶ月ぶりよ。夜勤明けやったん？あ、夜勤明けじゃないか、今夜勤中か。あれ、工場いいの、ヒロ。おお、ヒロ、なんか、食肉のね、何ですか、缶コーヒーでしたっけ。味噌おいしいね。いや、嬉しい、ほんとに。ヒロ、お土産買ってきたからね。みんなも待ってるから。うん、いや、放送事故やばい。ええー、さー、もうその芝居がかった感じ、大丈夫っす。ヒロ、ヒロ、俺らヒロヒロ言ってるだけやん。俺、多分ね、真ん中じゃいけなかったんですよね、うん、ごめんなさい、本当に。もうそれは、はい、帰ってきました、帰ってきました。放送事故やないです、もうちょっとこっからね、こっから僕はもう助けを求めるんでね、いや、また、いつも通り言っちゃってくださいよ、あの言葉。言っちゃって。何ですか、それは。タイムダイエットはちゃんともうこの後ご飯食べません。4キロ太りました。あ、もう今突然もうダイエットって言葉に。行きましょう、参りましょう。ダグ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 参りましょう。ゲーム。なぎなぎ、お願い。あ、来ました、ヒロー。あ、ヒロ、あ、ありがとうございます、ヒロ。ヒロー、俺待ち感すげない。ヒロくんです。よいしょと、ね、あらます。あー、今日 BGM もやっぱちょっと控えめなんですよね。 寒ない。寒いっすけど。寒ない、空気的にでしょ。やべえよ今。自己紹介、今、いや、外が寒いよっつって。あ、外寒かった。あ、あ、でも大丈夫ですよ。僕暑がりの俺が寒いって結構よほどだよね。あらます。あ、あ、来ました。あ、自己紹介お願いします。ヒロでしょ。はい、ヒロ。いいですか。わぁ、寒い寒い。あ、来ました、ヒロー。しぼ…神手よし、しぼ手よし、ルルーシです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ。これや、これ期待できる。みんなの視聴をいただき、ルルーシュ、ありがとうございます。よいしょ。あります。してないですよ、メンテは。だいぶ盛り上がってたんでね。はい、はい、ありがとうございます。盛り上げて、あれ、なぎさん、顔ちっちゃ、お前。ほんまやん、顔ちっちゃ。まず、びっくりした。めっちゃ太ってるやん。顔まん丸。あ、てか、マジで、なんか、このモナカ臭何。いや、なんか、さっき、ルルカはモナカだからっていっぱい来てたんですよ、コメントが。だからモナカだ、ね、モナカ別に。モナーシュです。あらます。はい、ということで。はい。フリートーク、散々しました。散々して、なんならフリートークしかしてないから。いや、なんなら、ちょっと今日無理でした。企画行こうかなと思ったんですけど、ケンさんがほんまにグダグダすぎて、ケンが変な企画考えてくから、だから今日企画なし。ルーシュ盛り上げて辛いってきてるんで。でしょうね。そう、視聴者の方々もそろそろ限界を迎える。じゃあ行きます。あれ、BGM、あれ、ダメだったんですか。あ、BGM は OK って言いました。 OK、OK、なんで言ってないの。あ、じゃあ俺が考えます。俺が歌、お手歌側ね。書いててもあっち側見えない。あ、なるほどね。いや、それに関してはちょっとケンさんに書いてもらいましょう。ごめん、そしたらシムケン帰りたいけど帰れない。あれ、ヒロ帰った。え、ヒロ、あ、じゃあ、どうすんの。行こうよ。やりましょう。行きましょう。お題、ルルカさんに決めていただいて、OK、で、ケンさん書くんで。あ、そしたら俺ケンさんいるわ、ごめん。俺らが当てるっていうね。いや、俺もさっきそんな感じで、あ、じゃあお題決めるねって言ったら、気づいたらなんか寝てましたね。で、ケンさんが画面越しに、聞いたー。わー、わー、出た出た出た。
やばいんだけど。いやテスト必要でしょ。え、でも待って、マジっすか。さっき呼んだ。え、マジっすか。あの、やばすぎて。クローシュ。ありがとう。渋気どう。え、渋気長期だったよ。受ける。マジ。あ。あ、おじさんも、ね、来たものです。あ、じゃあちょっと、はい、ここ入ってもらっていい。いやいや、つらい。いやいやいや、つらい。自己紹介の準備お願いしてもらっていいですか。はい。え、今なってる。待てですね。え、黒さんは怖っ。え、黒ちゃんは。俺、それはいいわ。黒ちゃん出ないと意味なくない。いや、黒さん出ないと意味なくない。じゃあ、はい、紹介します。クラブラテから来ました。はい、お願いします。クラブラテの一条ルールおっさんです。イエイ。よいしょほら、なんで、なんでクロちゃんが連れてきたかっていうと、あれだよね。ね、今ちょっと一緒に飲んでて、でバトル、そう仲いいからね。そうなんですよ、仲いいからね。一緒に飲んでて、まさかここに出演するとはぐらいのレベルなんですけど、そうルル違い、ルル違い。はい、ルルカさん。え、一条ルルさん、ここみルルカさん。ありがとうございます。そう。ちなみにこっちのルルは LULU です。 LULU です。俺は LULUK ルルカっていうね。ちょっと事情を説明すると、俺が知ってたんですけど、つまらなすぎてこれヤバいってな。何言ってんだ。助けてください。今日初見の人も結構俺のこと知ってますけど、おいいやん、コナツのビール、ありがとうございます。僕のこと知ってる人多いと思うんで、ここ今ダブル、ダブル、ダブル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 。そうですね、まだ僕のことを知らない方もいますよね。ダメダメ。いや、いつもね、僕がこの番組ちょっとね、黒さん、司会させてもらってるってことですね。さばいてるってことで、ちょっとケンケンでちょっと役不足ってことだったんでね。はい、そうなんですよ。ルール説明しました。あ、本日の企画の方、いきたいと思います。はい、切り替えで、切り替えで、切り替えで行こう、切り替えで。あ、なんていうのかな。当てれる。アドリブルミナス絵描き歌、よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、これはあれですか、なんていうの、番組名で言うたら、あの、サマーズサマーズ、そう、サマーズサマーズでやってる、そのお題の、要は自由に絵描き歌を、要は歌って書いてもらって、それが何かを当てるかっていうね。そうです。で、じゃあちょっと書く係、誰でいきます。じゃあ、ちょっとバップとして書きますんで、ちょっとここ場所変わってもらって、ここ場所変わってもらって、すごい俺はもう端っこに、はい、で、画面に映してもらって、なんか、できればね、まあそうだね、じゃあそれで、あ、じゃあ、ちなみに、こうやって書いた方がいいですかね。そうですね、書けますか。あ、じゃあ、そっちの方がいいですかね。お願いします。お願いします。お願いします。ということでね、で、はい、ここ1,2,3,4,5、5人が実際何を書いて書こうとしてるのかをちょっと当ててほしいっていう。あ、当てる係。当てる係。なるほど、ね、当てる係。わかった。僕がケンケン、下手そうだな。これだ。いいですか。大丈夫。その隣。反対ですね。そっち。正解です。透け取るやん。めっちゃ透け取るやん。もうなんか後ろの絵しか。いや、ここ、あ、映った。2個に分けれます？カメラ。あ、モザイクいきます？あ、オッケー。モザイク。今から行きたいと思うんですけど、大丈夫ですかね？こうやって書いてあるの？なるほど。でも、逆に…いや、まだ早い、まだ早い。けど、まだ早い。これ、字逆に貼っかないかんすか？いい？ルール分かった？ってことで、じゃあ、周りは、ちょっと、とりあえず、ホワイトボードだけ持っていただいて、答え出せるようにだけしてください。え、わか、寒ーい。えい。ルルさん以外に。イェーイ。どっちのルルかだけ、ちょっと。そう、それじゃあ、わかんないから。ルルかわかんないからね。イェーイ、ヒロー。イェーイ。隣のルルはおじさんがついてるからね。あ、なるほどね。ルルおじさんが、ルルおじさんがもうあれですよね。じゃあ、行ってもいいですか？しましょう。はい。チン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 、あれなんじゃい。ケンケン、この辺になります。いける？もういける？これ本当にいいですか？もうちょっと、あの BGM ください。もうちょっと遠い方がいいですか？お豆が二つありまして、真ん中一つ穴あって、穴あってもうちょい下にデカめの
お豆がありまして、さっきの豆はなかったことにして、なかったことにして、豆最初の2つはまだあるよ、はい、まだあるよ、まだあるよ、その後でっかい丸が横に2つあって、丸が横に2つあって、丸が横に2つあって、眉毛を2つ、お豆の2つにあって、お豆の2つの上にお豆が2つありまして、あ、丸を描いたら、丸を描いたら、丸を、ちょっと待って、ちょっと待って、お豆分かんないからね、まだ分かんない、あ、はいはい、オッケーです、オッケーです、めっちゃうまい、これこれこれ、あの、答え書いてください、あれやん、これ見て何かっていうの、あ、ケン君、もう大丈夫です、まあこれね、先にね、まあまあまあ大事かなっていうね、これ大丈夫ですか、まずはね、おー、まずはね、まあまあ、なんだかんだ見てね、まずはね、これ結構簡単だったと思うんですよ、まずはね、大事大事、間違えるわけはないと思うんですよ、これ、いいえ、答えできるんですよ、おー、答え、顔かかなくて大丈夫です、顔かかなくて大丈夫です、ここに、近くかくて、答えだけ、じゃあ答えだけちょっと、はい、お願いします、はい、はい、じゃあ、順番ですか、パネラーの方、ちょっといいですか、答えの方お願いしても、ちゃんとボケてくれるんだろうな、誰かは、あ、もう誰かね、まあまあまあ、そういうのはね、いてもいいかなと、ちなみに、まあ、レギュラーメンバーはね、外れたメンバーはこれですよ、答えでどうだろう、外れたメンバーが飲むのもあるし、俺、間違えられるため俺が飲まなきゃいけないっていうね、そういうことがあるんで、てか、その前に俺乾杯してない、やばいけるわ、いただきます、大丈夫ですか、答え書けましたか、パネラーの皆さん、ちょっと、あ、オッケーですよ、もう出せますか、今月頑張るよ、大丈夫だよ、お願いします、仕事ね、じゃ、パネラーの方、せーの、ドン、答え出してください、アンパンマン、左からアンパンマン、アンパンマン、ガチャ、ガチャが出たよ、アンパンマン、ガチャ、アンパンマン、アンパンマン、アンパンマンでいいよ、ひどい貧相なガチャじゃね、答えはアンパンマンやばけー、すごい、はい、だろうなって、見てください、ゲット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 、その飲み方やばこれ考える方が難しそうだわ、てかガチャ、すいません、アップください、アップ、アップください、アップ、ひどない、ひどない、ガチャ、いやいやいや、僕の中では120点ですよ、僕の中でも120点なんですけど、ね、え、各係変えますか、そしたら変えましょうか、各係に、じゃあ誰いくの絵心、じゃあゲストの、じゃあちょっとゲストじゃねえ、いや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 、ナギーシュ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 さんは映画、ほんとに、あ、ちょっと待って、その前に、その前に、その前に、CM、 わかるか、おはよう、今日ちょっと会いたいな、よかったばあちゃんの口癖、熊の御堂に蜂蜜龍馬、ゆうすけなる木に青い水木、夏木に香るにもろはの剣、ああ熊ちゃんの言う通り、ああのぴーにゃかなわない、ということでね、試合負けたということで、はい、じゃあ次の行きたいんですけども、書く係、絵書く係をちょっとポメさんに代打ということで、わーい、渚からポメさんになったということで、よいしょ、カメラに見えるように、わーい、ポメさんお願いしますね、助かった、ルルシュ来て、ルルシュお願いしますね、ヒロさん助かった、はい、こう書けばいいのか、あ、早い、やらなんか、あ、まだ早いです、まだ早いです、ショッさん、ショッさん早とちりや、もう星狩りさんや、もうすぐすぐやめてください、今日モザイク
いけますか？いける？いける？たまに行きますよ、行きますよ、行きますよ、音お願いします。前に出してもいいかもしれないですね。お豆がデカめなありまして、二つありまして、ありまして、真ん中黒く塗りまして、そっちじゃなくて円の中、円の中ね、その黒なくそうか、円の中二つ黒く染めまして、黒く染めまして、その斜め下に人参、左側がいいかな、反対側、うん、うん、左側がいいかな、うん、ありまして、ありまして、人参から目のとこらへんに、なんか線丸めに欲しいかな、人参から、もう一回言って、人参のケツの方から、人参、もう逆逆の方から、後ろの方から、上に囲んで欲しいな、目の上のとこと、おーあーまあまあ、わかる、はい、ありまして、そしたら、人参の下から、なんて言うんだろうな、うんと、眉描いて、眉、下に眉、あーちゃー、あーちゃーよ、近いよ、そうじゃないよ、そうじゃないよ、人参のその下の方から下の方にこう、パッパッって、あー違うよ、根元の方だよ、根元の方から、根元の方から、逆だよ、根元の方からだよ、根元の方からだよ、根元の方から、じゃね、その反対側から、その反対側から下にもう一本書いて、せい、おい、その横に書いて、横に書いて、いや、その下、あー、ああ、いいよ、いいよ、いいよ、そんな、そんな、大きい丸の反対側、人参の反対側、あるやないか、丸の、ここや、そっちじゃないよ、下だよ、逆だよ、うん、あるや、横に、あ、下に一本引きまして、はい、引きまして、下の線と、あ、縦の線2つ、つないで、つないで、はい、おー、オッケーオッケー、おー、そしたら、その下の、やや左側に棒一本書いて、は違うよ、横の棒の、やや横の棒の、どこ横の棒の、いや、一番下の横、一番下の横棒の縦、一番横の、違うよ、どこ一番下に横の棒あるやん、大根棒、一番、その下に棒一本書きまして、あ、もう違うよ、一番下の棒あるやん、そこにあるやん、そこに下に縦線一本書いて、その横にもう一本書いて、おまっきゅう、はい、あっという間に、はい、終わりです。なんだなんだなんだ、分かった、なに分かった、これなんだこれ、俺が思うにはおばきゅうが大根を持って、いや、喋んないでもらっていいですか、ちょっと、はい、手の声、はい、バレちゃう、あ、オッケーです、あ、オッケーです、もういいよ、いいよ、はい、はい、いや、つかなかった、これ怖い、なんだろう、めっちゃむずいな、これ結構むずい、書いて、ちょっと、あ、これ答えをパネラちょっと書いていただいていいですか、これ何なんだ、これ何よ、これちょっと今スクショしてもらって、下の方にちょっと貼ってもらっていいですか、あ、パッてカメラにやって、分かった、もうちょい上、うん、スクショ OK ですか、 OK です、あ、OK よ、おいっす、人参で分かった、間違いっすわ、人参じゃ分かんねえよ、間違いない、いけるかな、俺分かりました、分かりました、はい、人参だったら分かりました、人参だったらやっぱり、いや、俺絵のセンスないやん、恥ずかしいわ、大丈夫ですか、 OK ですよ、え、これ下に出てるやつってこれ今じゃないっすよね、この文字は、え、まだですよね、タイミングでってやつ、あ、違いますよね、 OK、 じゃあそれぞれじゃパネラーの方答えの方お願いします、はい、せーの、ボン、なんなの正解、え、左から言ってって、左から、気になる、隣のトトロ、キョロちゃん、クッキングパパやば、オラフ、人参お化け、バラバラやん、いいですか、答えの方行きたいと思います、はい、キョロちゃーん、やったー、グイグイ、外
飲むってことでいいから。なんならキョロさん、おばきゅう全然ちゃうやん。いや、キョロちゃん、おばきゅうが人参持ってるかな。待って、うまいっすね。俺結構頑張って誘導したけどな。え、当たった人、え、当たった。おわ、重い、おえ。まあ俺もね、キョロちゃんだと思ってたんだよね。うん、待って、なんか人参があれじゃないですか、ちょっとオラフ的な要素かも、醸し出してたんで。何をしてんだよ、オラフなのに人参って言ったの。どうしようかな、行くですか、行くです。ルルさん全然遠いところにいましたからね。クッキングパパ、クッキングパパ。だって人参って言っても、俺、僕、顎の方気になりましたから。こっちの方変えてもらった時の顎の方が。間違った人食い、めっちゃ仕事させてしまって。何を言うてます、ほんでもいただきます。じゃあどうしようかな。めっちゃ黒沢さんもあそこでくつろいでドリトス食べながらも、おっさん、じゃあ黒さんに書いてもらえません。あ、確かに。あ、黒さんに書いてもらいましょうか。それいいね。黒さん書ける、書け、おっさん書けないとか、書よ、書けないとか、書いてよ、おっさん。これキャラクターに書けないからね、キャラクターじゃないの、もうちょいちょい言ったら。そうだよ、あれ、オッケー、キャラクターでもないともあるんですね。キャラクターじゃないのもいきますよ。変なし、動物とか、飲めも飲めを書いて、例えば動物とか、動物を書いてんの。わーい、キャラクター兼動物。ポメさん、いきましょう。何、これはもう、あえ、絶対やばいよ、俺は。え、でもあれですよ、でも絵心ない方が絶対やばいよ。クロちゃん多分絵心ゼロですけど、大丈夫、絶対やばいだろ。いや、の方が面白いです。そう、美術は3位から取ったことね。お、ダメじゃん。行きますか。じゃあ行きましょう。次の、じゃあ俺が歌い手で。ここでこうやればいい。そうそうそう。あ、リズムください。手振ったのに。なんか知らないけど、下に、あ、真ん中らへんに、真ん中らへんにお尻ちっちゃめの書いちゃって、書いちゃって。できれば上の。線いらないかも。上の線いらないかも。ありがとう。いらないかも。その後に、その後に、お尻の真ん中のちょっと上の方から、こう描いて、こう描いて、その上から、うん、いいよ。いいよ。いいよ。そのこうの描いた先の方から、下ネタやめて。ちょっと、ちょっと、ちょっと出して。下ネタは。ちょっととんがり出して、てちょっととんがり出し、そっちじゃないよ、そっちじゃないよ、そっちじゃないよ、ちょっと前、上の方に、上の、ああいいね、上の上に、それをまたまた下ちょうだい、そこからまたこう下にこうちょうだい、とんがりとんがり、下にちょうだい、とんがりとんがり作って、ああいいよ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 、いいよ作ったら、今度そのとんがりの先の方から真ん中の方に繋いで。真ん中の、あ、違う違う、甲の描いた真ん中まで、真ん中に繋いで、ペン落とすのやめて、ペン落とすのやめて、甲の最初のとこに繋いで、甲の最初の方に繋いで、甲を描いて、甲の最初の方に繋いで、甲を描いて、描いて、あいよ、あいよ、あいよ、そういうことだよ。なにこれ、そういうことだよ。なんだこれ、今描いた線の方に、今描いた辺の線のとこから下にまたちっちゃいちっちゃいちっちゃいとんがり出して、線で真ん中ら辺、今描いた線の真ん中ら辺からとんがり出して、とんがり出して、とんがり出して出せ、とんがり出して、下に下にとんがり出して、もう一回とんがり出して、とんがりとんがりってなや、とんがりペンペンペン、ああいいよ、いいよ、そしたら反対側の、何これ、反対側の子ありやん、反対側の子ありやん、それが真ん中、そうそう、そこにとんがり出して、そうそう、とんがり出して、とんがり出して、そうそう、何これ、そういうことだよ。そしたらとんがりととんがりの間にちょんってごまついて、ごまついて、違うよ、こうとこうの間の、こうとこうの間、こうとこうの間だよ、こうとこうの間だよ、こうとこうの間だよ、いや、そっちじゃないよ、そっちじゃないよ、そっちでもないよ、どっちでもないよ、じゃあちょっとその下、ちょっとその下、ごまちょうだい、ごまちょうだい、ああ、あっという、待て、終わり、頭の部分が、あ、スクショ、なるほど、
もこれ。セットしまして。頭の部分かと思った。画面の下の方に。画面の下の方に。メシボンとかかと思った。俺なんかの顔かなと思った。顔かと思った。これなんだと思う？ちょっとマジで。ちょっと。じゃあその間にパネルはもう書きましょう。あ、ちょっとさっきね、ルルーシュ投げ中してって聞いたから、ちょっと。どっちのルルーシュ？なぎさ、どっちのルルーシュ？消しゴムみたいなのどっち？一緒に中止。はい。せーの。いや、わかんないもん、これ。なになになに？パネラー書いた？はい。これかな。あ、黒さんのそれか。パネラー書いた？ですよね。ですよね。ですよね。これがこうなんですよね。ほんま。じゃあ、これなんですよ。これなんですよ。これが、あれがおかしいんですよ。あれがおかしい。あれが、あれがなんかケツちょっともっこりみたいな感じになってるんで、よくわかんないんですよ。最初、下ネタだと思いました。おお、結構来てるね、答え。ありがとう。パーセキュー。あー、まあ。もうみんな書き終わってますから。ルルカは、旅行行かないで、オナニーしてたよ。よっしゃー。はい、ありがとうございます。しもありがとうございます。黒さん、なんかいきなり変なの書き始めたからびっくりしたの。しも、しもネタかと大丈夫ですか。スタートおけつでしょ。スタートお尻でしょ。ルル王来てるよ、ルル王。イエーイ、イエーイ、イエーイ。いや、じゃルル王は俺じゃないの、多分。あ、僕、あれ。そう、ルル王と違う。ああ、よいしょ。その違いがある。もう大丈夫ですか。ダウンタイム、ダウンタイムだったんですか。ダウンタイムではないです。全然変わってないでしょ。いきましょう。いいですか。じゃあパネラーの方、はい、せーのドン。左からいきましょう、はい、左の方から。じゃあポメさんから。トビウオ。ポメさんのなんか下ネタにいるか。トビウオの毛生えてるよ。言わないで。イルカ。あ、イルカ。太陽の塔。なんだ太陽の塔。太陽の大阪万博ね。はい、おなれ。正解は、正解はバラ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 バン、イルカです。イエーイ。隠れてやつだめでしょうね。ガクグイ、隠れてやつだめでしょうね。飛び魚を買えて。飛び魚って当たったのに飲みたいんでしょ。飛び魚入ってんじゃん、毛が。飛び魚飲めよ、ボケ。毛が入ってんだよ。やめとけ、そんなのケンケさん。言っていい、クロちゃん意外と大丈夫だった。ガク、あ、本当ですか。いい状態。誰に書いてほしい。顔の部分かと思った。あ、じゃあそれ、そうですね、誰に書いてほしい。このタイミングでは今、このタイミングではない。じゃあ CM。 CM。 自分を変えたい全ての人へ、さあフェイトへおいでよ。レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、みやび、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。わかるか、おはよう。今日ちょっと会いたいな。よかったぞ。ますか。ちょっとね、じゃあ各役どうしよう。なぎ一緒で行こうか。はい。なぎ一緒で。やっぱアイドル、なぎ一緒で。なぎ一緒で。アイドルなんだ、なぎ一緒。あ、そうです。今日はアイドルです。いや、これね、これどうしよっかな。各、こんがりな感じしてた。これかな。とんがり、世代的にとんがり知らなそう。こうやってママって、ママってママ知らなそう。とんがり出てくるにね。あ、似てる。似てんじゃん。アップでやってもらった方がいいんじゃないですか。これもアップレベルですよ。え、これ簡単な、ちょっとむずいのいこうかな。ええ。ガチもむずいの。ママってやって。とんがりの真似できるやついかんや。じゃあいきますか。とんがりキッズ。いきますか。準備いいっすかね。はい、はい、リズム早い、リズム早い。リズム早ない。ちょっとなんか若干さっきのポップな感じになってます。時間ねえからだ。真ん中に真ん中に真ん中に
おめめ二つ書きまして、書きまして、これ出るよ、書きまして、その下に、その下に、真ん中その下に、でっかい大きめな丸を書きまして、書きまして、おめめの中もうちょいでかくてもいいかな、お目目の中の黒でかくていいかな、でかめでいいかな、あ、でかめでいいかな、そしたら、そしたら、それになぞるように、あ、わかった、わかった輪郭描きまして、あ、わかった、俺輪郭描きまして、いや、違うかな、もうちょい輪郭でかくていいかな、てか、だいぶ大きめに描いていいかな、だいぶ大きめに、うん、それ、うんうん、下がもうちょい余白が欲しいな、下が余白が欲しいな、あ、して、おーおーおー、そら、そのでっかい真ん中の、え、丸の下に、え、おひげ、おひげいっぱい描いてほしいな、描いてほしいな、そしたらそのおひげの下に、そしたらおひげの下に、ちっちゃい、ちっちゃい山、下向きにちょうだい、下向きにちょうだい、おー、いいよ、あー、いいよ、そしたら、そしたら、輪郭の真ん中らへんにお耳二つ、横二つ書いちゃって、書いちゃって、そしたら、そしたら眉毛ちょっと描こうか、普通に、今殺人普通に描こうか、眉毛、眉毛を描こうか、その上から、えい、その上から虹を一つ描いて、虹っていうか螺旋状に、その眉毛の上に螺旋状描こうか、螺旋状の虹、いや、耳の付け根、耳の付けから、そっちじゃないよ、うん、うん、から、そう、螺旋状に、反対に耳の、じゃあ、外じゃ、中側、中側、あ、螺旋じゃねえな、こう描こうか、こう、こう描、そっちじゃないよ、内側だよ、内側、耳の付け根の内側から内側にこう描こうか、できれば眉毛の上がよかった、眉毛の上がよかった、そういう、今の眉毛の上版で描いて、そういうことだよ、はい、そういうことだよ、そしたら、その、ま、その一番上の弧を描いてる線あるやん、その上からもう一回でっかめに描いて、描いて、描いて、おお、描いて、おお、おお、そういうこと、そういうこと、そういうこと、あれ、なんか見たことある、そしたら、耳の付け根の内側、耳の付け根の上内側、そこ、もうちょい下、もうちょい下、それから眉毛のちょっと横に向けてこう描いて、こう描いて、ああ、そうそう、その中塗りつぶして、そこの中塗りつぶして、塗りつぶして、なんか見たことある、塗りつぶして、あるような、はい、そしたらそれ同じように反対側もやってほしいな、うん、そうだよ、やってほしいな、わかった、シムケンの顔やってほしいな、シムケンです、そう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 、そう、そしたら一番上にあるこう描いてるとこあるやん、こう描いてるとこあるやん、もうこれはシムケンです、あ、でもそれ描いたらバレちゃうからもうやめよ、これで分かってほしいな、違う違う、もうこれはシムケンです、分かってほしいな、もう違うって、オッケーです、シムケンです、あ、スクショ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 、違うよ、シムケンです、分かった、スクショ、なんだよ、オッケー、はいよ、分かった、これ分かったかな、シムケンの方がないでしょ、分かった、これ OK です、もう俺これしかない、え、分かったかな、みんな、俺これしかない、半端ない、分かったかな、これしかない、分かったかな、リアルもですよね、分かった、これシムケンです、リアル、リアルもあるリアルもあるっすよね、アケリ誰、なんだこれ、いやー、どうしましょう、どういうコメント来てたか怖いわ、これわかんないそれ。やばい、怖い。わかった。わかった。大丈夫ですか、皆さん。はい。答え書きましたか、はい。パネラーお願いします。せーの、ドン。やばいやばい、俺怖い、これ。左から言ってって。シムケン。俺もシムケンです。僕マリオ。僕は、はい、僕は東京エレテキテル連合の、アケミちゃんの相方。あケンジさん。アケミちゃんの相方ですよね。アケミちゃんの相方ですもん。ケンジか、いいですか、答えは、はい、せーの、マリオー、いや、それはルルカがどうでしょう、
シム犬じゃないですか。いや、当たりました、当たりました、当たりました。もう一回見ます、見せます。シム犬じゃないですか。虹って言ったよ。これ多数決的にシム犬やろ。シム犬じゃないの。多数決的にシム犬やろ。シム犬やろ、これ。シム犬や。じゃあ、正解はシム犬で。わーい。やかましいわ。やかましいわ。初めて当たったとか言う人いる。あ、悔しい。ルルさん一問も当たってない。え、ルルさん、俺そう思ってない。いるか。書いたけど。いるかだけじゃ。え、でも、え、意外と、え、でもなんだかんだ、俺も結構いい感じに。僕ない。マリオかけてます。シムケンっぽいわね。築地のお父さんに。僕ない。ポン、ポン。築地のお父さん。シムケン5杯飲めきてます。シムケン。シムケン5杯怖っ。え、俺さちょっと、うわあと5分しかない。うわ俺書きたかったわ。むっちゃラスト書かないですか。はい、行っちゃいましょう。ラストラスト行くんじゃ。行っちゃいましょう。5分で行ける。じゃ俺書くわ。じゃ人生で初めて。じゃあケンさん歌って、ケンさん歌って。助かった。ケンさんシムケン歌って。俺そっちの方が得意なんです。実はえ、でもお題も今知らない。1分前です。1分前です。もう無理だ。1分前だって。1分前。嘘。まさかの3杯よ、3杯も。わあ、じゃあこれあの次回の一番最初に。ディスガンガンガン、ディスガンガンガン、ディスガン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 。おお。で、おお。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ってことなんでね。やべえ。一分前です。新鮮や。早ない。ルルシ待ってましたよ、本当に。新鮮です。ひどいね、あなた。助けてください。30秒前です。ね、もう。ということで、じゃあ、ルル君。はい。あのラテの。ラテの告知、今あら、そう行きましょうか。これ誕生日だったし。はい、あー、もうそうですね。行きましょう。ラテ、そうですね、クラブラテ、星座館ビューでオープンします。みんな遊びに来て。お酒飲みたいから。うわお酒飲みたいけど。うわいい感じだよ。この間から熱意やるぞ。この間から熱意やるぞ。あと10秒。これ前回からモザイクかけないんですか、俺。いやいや、ラテ大事ですか。これ見ればラテッパン。ラテッパン、これ見ればラテッパン。あ、そうですね、そこです、もう本当に。行きましょうか。さあ、来週も見てくれたら、うぅぅ、いいぞー。見てねー、バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。